マークは7番の愛知渡辺健。今月は小倉の F1 で決勝3着があります。3番手を固めて9番三重は三宅康武。3周回目の1センター、3対3対3です。3番のシェーンパーキスは中段から別線、前受けの正原、後ろ攻めの佐川がどう組み立ててシェーンパーキンスを苦しめられるかどうか。先ほどはマティエス・ブフリは砂漠レースを見せました。シェーンパーキンスもやはり経験値は抜群です。何でもできるオールラウンドプレイヤーでもあります。車間を空き始めた佐川、どこから動くか。直線開いて赤番標識を間もなく迎えます。7番手佐川から上昇、シェーンパーキンスをまず蓋をします。ワンクッションを置いた2番の佐川、4周回目の1センター蓋をします。2番の佐川、まずはシェーンパーキンスを後方に追いやろうという構えか。増原も誘導と車間を少し上げてスローダウンさせます。ペースが極端にスローになった。3番のシェーンパーキンス、スーッと外から4番手を取りに行きます。うまく外から決めに行く。増原も引きません。増原がインからすぐ着に行く。前がやや持ち始めた。7番手隊列短くなっている。2番の佐川がここ揺さぶる。3番のシェーンパーキーズ、一気にこれはかまし気味のロケットまくりか。ぐいぐいとぐいぐいと迫ってくる佐川の先行、あっさりと飲み込んだ。世界のパーキンスです。新田がぴったりマーク、一騎打ちムード。あとは3連単の3着勝負だ。3番のシェーンパーキーズ、1番の新田、新田が詰め寄るが、どこまで行ってもつまらない快勝。3着2番の佐川、オーストラリアシェーン・パーキンス。ジャンセンコ逃げ切ってラインでワンツースリーを決めた4番の藤井翔吾、7番手後ろ攻め。今日は岐阜の貫禄者9番の浜口隆明、一乗戦谷口の番手割り込まれたものの、4番手が直線執念の差し返し3着でありました。6番の鳥越康弘、今日もラインを固めております。2対2対2対3細切れ戦、注目シェーンパーキースはまずは3番手。流れによってはさばきも交えた総力戦も十分に予想されます。後ろ攻めバック19本の藤井が7番手、対して22本のバックオン数金子は5番手。徹底先行型配置、両者同時に動き出した打賞の周回。4周回目、まずは金子、4番の藤井に対してアイコンタクトで挑戦状か。やはりここは若手2人の記録対決。5番車のパーシェーンパーキーズ、前々踏み込んでいくか。2コーナー誘導、原田金子先行体制。4番の藤井翔吾、3番手が打賞で襲いかかる。5番車のシェーンパーキーズはどうするか。ここは2センターで8番手詐欺区が中段がやや持ち始めた。5番のパーキーズは8番手見てる中段がもつれています。7番の金子先行、1番の後半2番手、8番の佐藤浩二、4番の藤井、3番手の8番手がさあ飛んできた、飛んできた。シェーンパーキス、まとめてまとめてごっつんであります。3番の片吉勇気は必死のパッチへ懸命に自らバックテイク。2番手以降3番ならばもつれています。まさにこれは次元が近いすぎます。3番の風で突き切るか。5番のパーキス余裕がある。後ろどうだ、2着はどうか。7、8、3、1どうか。8番の佐藤が2着優勢か。
った中村博士、連日軍事のマクニマーク特選優秀競争を捉えて2連勝であります。注目8番のシェーン・パーキンス、6番手から連日後方からのまくり返し、度肝を抜く2連勝5番栃木の磯田明が今日はマーク、連日武田豊樹を追走していました。2番の松岡敦也、8番手後ろ詰め、昨日は3番手まくりを決めたんではありますが、古谷のまくりに屈しての2着、追走9番の澤田義和であります。昨日はうまく切り替えて地元の岩津を追っての2次予選3着です。3対2対2対2小間切れ4分線、注目シェーン・パーキンスは6番手で周回中であります。直線左手で赤番を迎えます。渡辺和内、シェーン・パーキンス、約4年ぶりの対決でありますが、まずは後ろ詰め松岡からアタックスタート。9番サードを従えて8番シェーン・パーキンス横で足を止めます。2番差の松岡、ここはプレッシャーをかけて2コーナーでシェーン・パーキンス8番で下げたものをもう松岡で追ってきそうだ。2番の松岡が渡辺和内の打掌で叩いて、シェーン・パーキンスは外からスーッと3番で渡辺和内と人気を二分した両者で3番で攻防戦。4番片寄さん8番で足を止めています。シェーン・パーキンスは勝ちにこだわった。3番手こだわっている。8番手から勝吉がじわりじわりとまくり上げて、外並走から8番のシェーン・パーキンス、内からは1番渡辺和也がインから上げて2番手、そして外から8番シェーン・パーキンス、前段の持ちは一気にねじ伏せ、磯田も食らいつきが1番の渡辺和也がさばいた。8番1番対戦、後ろ5番7番並走4コーナーまた8番のシェーン・パーキンス、うまさを備えて総力戦、強いレースで3連勝8番1番7番シェーン・パーキンス。このマティエス・ブフリとシェーン・パーキンスは3度目の連携、昨年2度の連携はいずれも番手のシェーン・パーキンスが捉えて勝っています。2度あることは3度あるのか、いや日本の大和魂が3度目の正直でこの外国人コンビを打破できるか。その後ろ足を貯めてダッシュに全てをかけて北鶴翼であります。3周回目に入っています。人気を集めた外国人コンビ、マティエス・ブフリとシェーン・パーキンスは7番8番で後ろ攻め、すんなり先行させてしまうのか。そうはさせると渡辺和也が前受けから、やはりいざとなれば総力戦、粘るか突っ張るか勝負どころ。渡辺和也もハートが試され、さあ自分との戦いであります。誰がレースを浮かすか、まだ各選手探りながら、そしていよいよ勝負どころ。残り2周回、世界最高峰の足自慢豪脚パワージムガンが集まったこの決勝戦です。全国の皆様も注目が集まります。3番の渡辺、後ろをチラッチャと警戒、8番のマティエス・ブフリがどこで動くか様子を見ています。5番の原田が動くのか、いやまだ各選手駆け引きがついて鐘が鳴った。残り周半です。勝負の時を迎えている。誰が動くか、8番のマティエス・ブフリが2センターかましていく。4番の北津がやや離れ気味だ。3番の渡辺風、前池が突っ張る。もうあっという間に力で粉砕だ。ロングまくり返し、マティエス・ブフリ、シェーン・パーキース、3度目の外国人コンビあっさりできた。渡辺和也の抵抗はここでもう苦しくなった。飛び捨て2番手粘っている。7番の伏見が3番手、武田が7番手まくる。岩津は9番手、7番手から武田がまくるが中段いっぱい4コーナーまた8番マティエス・ブギ、6番のシェーン・パーキンス、7番の伏見着、6番7番やはり3度目の連携で優勝ゴールはオーストラリア、シェーン・パーキンス。